中津駅は大阪府大阪市北区中津3丁目にある阪急電鉄の駅である。駅番号は HK-02。大阪メトロ未動ス事前にも同名の中津駅があるが約300メートル離れているため乗り換えには適さない。同線に乗り換える場合は大阪梅田駅か南方駅を利用することになる。また、当駅のある区間は 阪急電鉄の主要な三路線は並走しているが、京都本線が走る線路については、後から建設されたもので、用地都号により、ホームが設けられておらず、全列車が通過する。かつては、駅南側の国道176号上に、阪神北大阪線の中津駅があったが、路線の廃止により現存しない。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。 西側の1.2号線を神戸本線が東側の3.4号を宝塚本線が使用する。ホームドアはない。改札口はホームの真下にあり大阪梅田寄りの一箇所のみである。阪急の各駅の中でもホームの幅が狭く通過する列車との間が極めて近い。各駅に貼られている整列乗車のための乗車位置表示のステッカーや掲示はない。 神戸本線は普通のみ、宝塚本線は普通と準急が停車する。京都本線の列車が使用する線路にはホームがないため、普通も含めて全列車が通過する。13駅9号線が一時期使用停止されたことに、伴い、当駅の大阪梅田側に、神戸本線宝塚本線間の渡り線が設置されていたが、9号線の使用再開により2010年10月、 限りで撤去された。この渡り線は、大阪梅田駅の場内信号機の内方に位置しているため、大阪梅田駅構内の扱いとなっていた。当駅は分岐器や絶対信号機を持たない、停留場である。2019年度のある特定日における1日の、乗降人員は12,537人である。近年の利用状況は、下記の通り。最寄り停留所は、 中津、中津六丁目である。大阪市ティバス、阪神バス阪急バス国道176号上、大阪市ティバスマイナス39号41号 41C58 号系統は、何は近所、他は、国道176号上、阪神バス何は筋上。ありがとうございます。